グリッターをご覧の皆さん、せーの、ニャフェーン、アデカです。ドラムのてるきです。はい、ボーカルのみくです。ギターのたけです。ベースのバウンです。キーボードのゆきです。はい、卒業シーズンということで、第二ボタンにまつわる思い出話を聞いてみたいと思います。はい、はい。第二ボタン取られた人シーン。なんてあげる、早く来ろよ。はいはい、おー、中さん、元カノですよ。モテモテモテ。じゃあ元カノに取られただけです。え、それは小学、あ、じゃあね、小学校じゃん、高校です。高校、はい、それなんで取られたんですか。え、普通に、あ、こちらのやつ、バッて。それ、なに、ゆきさんに好意を持たれてたってことですか。いや、だから元カノですから。どういうこと、なんで取られた。付き合って、外で付き合ったから。うん、あ、他の女の子には取らせないよっていうことだよ、多分。そうそう、私のものみたいな。あー、勇気競争率高いから。じゃあ、高くないから。はい、うーん、はい、以上、ホラッキン。大根こうだ。あ、ここで、この物語はフィクションです。そうです。はい、そして、ですね、一応お題、お題、禁じてくださいというお題が出ました。あれだ、あのよくテレビに出てるやつですね。名前なんだっけ。エロ…なんだっけ、シギ、なんか名前あるよね、ちゃんと。木村天心。あ、そうそうそう。はい、カフェシギンを。恥ずかしいね、これあんまやりたくないね。禁じれる人。とりあえずちょっとテルキお手本見して。マジで。じゃあこういう風に行こう。はいはい、こういう風に行こう。こういう風に。こういう風に。さあ、これ避けていただいて。はいはい、すいません、邪魔なもんで。はいはい。はい。禁じます。ツアーで地方に行った時に、夜中にペイカード買いに行って。メンバーと遭遇する、あると思います。おー、やばいなー、うまいな。やばいやばい、俺なんか全然 KY なのしか思いつかないです。いきます。はい、ゆうきラブホテルに行ったことがないというけれど、ラホテルファインのライターを持っていた。行ったと思います。行ったと思います。行ったと思います。あ、いや、いっぱい。お、やだか、エロい、エロいっすよ。エロシギンですから、エロシギン。はい、じゃあ行きます。はい、スーパーに買い物に行ったとき、キュウリを持っている女の子を見ると、なんだか今日いけそうな気がする。頑張ったね、今。いい流れだよ、だね。なんかちょっとずつ階段上がってるね、今。さあこれはね、今回次はこうライブとかでこう、はい、ああ俺がこうやっててあるなあるなって思ったライブ中の詩吟。はい、どうぞどうぞ。結構真面目だよ。はい、もっと前です、まあ、新しいベースを買って意気込んでライブに臨むけれど、やっぱり音出ない。あるよね。ないよ、俺たち。あったんですよ、こうね。28万のやつをこう買って。28万を見失っていいよ。普通に28万、中古で8万円だよ。今考えないで、こういうのが使えないじゃん。出てこないじゃん、いきなり言われても。いきなりじゃないじゃん、全然。待ってよ。はい、
く。あ、待って待って、出てこない出てこない今。巻き戻しな、これは。これ全部使うよ、このまこのまま。UFO キャッチャーの前でやってる人の後の何何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 何滑ったと思います。なんか企画的にはなしだと思います。ということで、アンディカメドラムのテルキと、はい、ボーカルのミクと、ギターのタケと、ベースのカノンと、エロシギンユキでした。バイバイ。あ、こんなに広かったからね。お腹が空いた。ただし、単にメイキングが終わった。はい、今映ろうとしてこっち来ました。カノンさんがビルの10階から飛び降りてこんなになってしまいました。トムとジェリーの世界ですね。これで一番上何階まであるんでしょう。すごい高いところに住んでみたいです、僕は。20何階とか見下ろしたいです。東京、俺もここまで成り上がったなぁと。嘘です。もっと頑張ります。お、いいじゃないですか。はい、もう満載的な。そんな、はい、それももう満載で、それももう満載。うまいっすね。全く問題なしです。なんかちょっとダメ。はい、カロンさん一人で来てやばい気持ちが。ほら、ちょっとここでかっこ、ちょっとギリギリカメラに映ると映らないと、こういう感じやってるっていう。うん、ちょっとだ、もうちょっとだ。これ、あれ、見合わせ下から撮る感じがいいですね。下から、はい。これ、ゆうきが真横すぎる。ゆうきが、ゆうきがね、直立の音かっこつけない。もう、歯抜けみたい。あ、ごめんなさい。こら、線引きだ。キューカメラ。わー、危ないねー。ユキ大丈夫か。俺なんとなく分かったかも。勇気がなんか前で。ありがとうございます。ありがとうございます。